センチネル5、乗り込んだぞ。了解です、パーシバル卿。センチネル5は一旦離脱し、援護のために待機します。了解、協力感謝するキャプテン。幸運を。センチネル5以上。これがあなたの言う簡単ですか。パーシバル準備完了、合図を待ちます。よろしい。イグレイ、ラバイエット。イザベルと私は偵察に、乗客の中にスパイも必要だろう。まさか裸で行けって言うわけ？じゃあドレスを買いに行かなきゃ。戦ってもいいんです。必要なら反乱軍のスパイと衛兵を区別している余裕はないだろう。危険な任務は前にもあったわ。そうだな。とはいえ今乗っ取ろうとしているのはインド連合会社の船だ。質問は？では行くぞ。セバスチャン、教えてください。メイフェアとホワイトチャペルの老人は一体？老人か。話せば長くなる。しかるべき時が来ればお前にも話すつもりだ。私自身まだ調べることがある。本当に平気ですか？評議会はあなたのことを警戒し始めている。オーダーは変わってしまった、グレイソン。ええ、それは以前も聞きました。焦るな、友よ。いずれ話そう。いいか、隠密行動だ。公爵、ご安心ください。マドモアゼル、静かにしていますから。衛兵は見当たりません。急ぎましょう。合図を待つんだ。いいか、今だ。鍵は磁気を帯びている。制御装置を探しましょう。発展とは言うが、棺桶にしか見えない。なんだこれは。メカニックの仕事だ。気にすることない。何が艦隊一の船だ。どうぞ。ガラント、ラワイエット、インド連合会社の衛兵の抵抗にあった。
奴らは武装しているぞ。必要とあらば殺せ。御意。敗戦か。はご搭乗の皆様、この辺りは何でもご利用ご搭乗ください。誠にありがとうございます。当機はロンドン出発後ポースマスに上陸し、ないない一時停泊する予定となっております。その後は大西洋を横断し、実に美しい。素晴らしいですね。当機の飛行時間は、すぐ後ろにいますよ。コックピットの中に残念。兵衛が手強そうです。やむを得ないだろうな。楽にしてろ。翌朝ポーツマスに、そこからまっすぐアメリカまで暇な数日だ。スモークグレネード、ハイステ。中に入っている時でも空を飛んでるのはわかるが、ここだと雲とか。自由の名においてこの船を乗っ取る。パーシバル、コックピットを制圧。ラファエットに舵を任せます。そちらの状況は。ヘイスティングス卿はその付近のダンスホール周辺にいるぞ。彼は我々が探す。急いで来い。わかりました。状況を確認し連絡します。いいか、片時も舵を離すなよ。お任せください。異常なしと。
ばやりたい気分だぜ。知る由もないな。パーシバル、少し厄介なことにルーカンがこの船に乗ってる。お兄様が、騎士団長がここで何を。全てうまくいっているようですな。ええ、ルーカン卿、順調ですよ。あと数時間でポーツマスです。その足でアメリカですね。くそ、国境に到達するまで彼らを見送るそうだ。彼にも状況を伝えた方が。スパイに気づかれてしまうぞ。その通りだ。お兄様はさぞお怒りになるでしょうね。その心配は後だ。状況次第では彼にも助けが必要になる。計画通りに行くぞ。わかりました。見晴らしを確保したら連絡します。位置についた。目標が確認できるまでは射撃を控える。御意。アンラグは盗んだ服で偽装している。衛兵の格好でな。紋章がついていない。ホワイトチャペルの制服にも記章はついていなかった。ヘイスティングス付近の兵は確認。分かった。他の衛兵を調べろ。気性がない。パーシバル、1階に不審者を確認。了解した。他を探せ。気性だ。パーシバル、階段の上の衛兵は問題ない。片方が見えない。クソ、気性がない。反対側のバルコニーにも不審者。了解した。一人も見逃すな。これで最後だ。よし、脅威を排除しろ。御意。装填した。仕留めた。残り一人。ガラハト、敵を片付けた。ルーカン、敵だ。
ヘイスティングスを連れ出せ。ここから連れ出すんだ。ヘイスティングスを取り逃がした。応援を頼む。総理の指揮が健康だ。パーシバル、目標を倒した。反乱軍が向かってる。今すぐ援護を頼む。わかった、そちらに向かう。限界態勢に。連中のことです。動くものは全て撃つでしょう。今のは一体何だ。前方のエンジンで爆発を確認。全員退却するんだ。直ちに。お前、みんな聞け。反乱軍の指揮官がいた。ホワイトチャペルの女だ。追跡する。奴を絶対逃がすな。緊急事態発生です。緊急事態発生です。館内のお客様は医療の中救命艇に向かってください。大変だ。反乱軍め。パーシバル、反乱軍の一人を捕獲。いいぞ、そいつを逃がすな。すぐに行く。受け、大規模な損傷が発生。救急班は至急 B12 と B13 へ。目標を見失った。追跡を続ける。ダメだ、救命艇に集合せよ。問題発生だ。装置はどうやら一つではないらしい。クソ、分かった、すぐに引き返す。これが妥当だというのか。アラステア、こうなることは予想できなかった。ホワイトチャペルの任務は内密に進めろと言ったはずだ。
ロンドン病院の一件では多くの死傷者や甚大な被害があったと私の元に報告されたが、今度はこれか。あの時伝えた通り、この件については全てこの私が責任を取るつもりだ。セバスチャン、承知しているが、私には大砲官のお怒りからお前を守る術がない。騎士団からもな。お父上は理解される。今憂慮すべきは爆発前に装置を見つけることだ。なお騎士団諸君、事態が悪化する前に船から引き上げねばならん。ルーカン卿が避難にご同行されることになっています。追跡を再開するぞ。総員の力が必要な事態ですぞ。まさか船に残るつもりではありますまい。できるだけ早く後を追います。イジ、誘導した後コックピットに向かえ。いやよ、一緒に行くわ。イジ、ラファイエットを見つけて脱出するんだ。でもお前を無事に返すとアラステアに約束した。私のためにも頼む。武器がいる。近くに詰め所がある。彼らの武器が使えるだろう。反乱軍は2つ目の爆弾に誰かをよこすはずだ。反乱軍のリーダー、彼女と仲間は次の計画に移るため逃亡した。きっとあれが。そうだな、一旦戻ろう。私はここに、お前は武器庫に向かうんだ。連合の犬ども、一目散に逃げ出したか。武器を取ったら進むぞ。小さな軍全体に行き渡るほどの数はあるぞ。連合会社の衛兵はおとなしい連中ではない。連合が独自の軍を持つ必要があるとは思えませんが。敵がいるかもしれない。気をつけろ。援護する。機関班に戻る予定です。状況が悪化した場合は残りの乗客を近くの停泊所に降ろす予定です。たった一人殺すためだけに。近頃の奴らは手段を選ばない。確かにな。だがまだ腑に落ちない。今回はあまりにも過激すぎる。言われてみれば。とにかく今は奴らを止めましょう。
出たんだろう。いいぞグレイソン、取れるか。たぶん。危ない。今のはかなり危なかったな。まだ安心はできない。放っておけ。他に道があるはずだ。時間がない。一人で行け。私は別の道を探す。奴を見失うな。反乱軍が敵を一掃し追跡を続けます。了解した。これから船尾の方に向かい、お前のいる場所に戻る。じゃない。時間がありません。奴を止めなければ。私を信じろグレイソン。さあ言うことを聞いて降伏するんだ。お前たちには真の敵が見えていない。俺たちは敵じゃない。では証明しろ。騒ぎを止めるんだ。ダメだ。このままインド連合会社の好きにさせるわけにはいかない。安心しろ。我らが何とかする。もう遅い。セバスチャン、聞け。早まってはいけない。